まずこのキックオフの直後でした。ベルディーボールで始まって一旦この大黒が下げていったボールなんですけども、これ菅原が見て後ろに任せようと思ったんですが誰もいなかったんですね。そうですね、ここで止めてしまいまして、これが一発レッドの退場になりました。まさか開始10秒ほどというところでしたけどね。